はい、ハンドルでワックスナンバー496レザーです。本日もね、放題いただきました作品の完成報告動画となります。はい、大変ね、お待たせいたしました。ユミルの両銀面仕様で放題いただきました。ありがとうございます。はい、今回はね、オールブッテーロの、糸の方が死ぬ糸のブラックでの、ね、制作となっております。はい、こんな感じね、ちょっとトラメが入っているような部分がございます。で、今回は外装の方にフリーポケット、一つ追加ってことだったので、小銭入れ側の方にこんな感じでね、追加してあります。まあ、ちょっとね、ただストレートじゃつまんないかなと思って少し緩いカーブを描くような感じですね。まあ、この弓でもね、ストレートラインを使ってないので、そんな感じで、作ってあります。で、内装の方はこんな感じ、丸刻印ね、ご希望だったのでこちらの方に入れてあります。で、小銭入れの方も両サイド、待ちついておりますので、大きく開きます。よいしょ。はい、こちらの方ね、カード2段。で、後ろの方にフリーポケットね、ハーフオープンなので、結構ね、ここも使いやすいです。よいしょ、こちらもね、同じくハーフオープン。で、お札入れの方は1万円がギリギリ入る大きさでの設計となっております。もうこれ以上ね、小さくもできないので、はい、もう本当にね、ギリギリの設計ですね。で、今回ね、オールブッテーロ、本当にね、硬い革なので、馴染むまで多分ね、1年もうちょっとかかったな。こんだけの厚みがあると結構ね、馴染むまでお時間かかりますが、ブッテーロ時代、ね、馴染むと意外とね、柔らかくもなったりしますので、使い勝手はね、よろしいかと思います。で、メンテナンスの方なんですが、基本的に、空拭きまたはブラッシングだけで十分です。追加のオイル、ほとんどいりません。で、表面ね、傷つきやすい、まあ、革の関係上ね、傷つきやすいんですが、傷がついたらちょっと擦ってあげると中のオイルが、上に上がってきて傷をね、目立ちにくくさせる効果もありますので、まあ、ガンガンね、お使いいただければなと思います。はい、まあ、あとあれか、外装ね、このコバの厚み、ちょっと気になさっていたので、全体的にね、薄く仕上げるように、透き加工を入れてあります。まあ、それでも、そうだね、コバの重なりがね、かなり、これ、出てる作品なので、まあ、それでも通常の作品よりは、薄くでに、仕上げてあります。はい、以上こんな感じでね、完成いたしましたので、はい、ぜひね、動画の方でご確認いただければなと思います。最後までご視聴ありがとうございました。